ドラゴンズナビゲーターの長谷川匠とアシスタントはキアドラゴンズ2015向井さなえでお送りします。どうもよろしくお願いします。さあ今日このステージはすごいですよ。後ろで片付けをしながら進行していきますので、はい、はい、ぜひお楽しみいただきたいと思うんですけども、さあ昨日はムーちゃん、はい、ボイメンが来てすごかったね。すごかったです。もうファンの皆様がもうペンライト振ってるのがすごい、踊ってても目立ちましたねやっぱり、はい、でこの D ステージにもたくさんの方がお越しになって、何でも1200名だか1300名とか、はい、今日より2、3人多いけどですけどね今日たくさんの方にお越しいただいて、はい、本当にありがとうございます。そんなボイメンをさ、はい、見てて思ったんだけどさ、はい、チアドラゴンズのメンバーちょっと浮かれてなかった？ちょっと浮かれてたかもしれないです。みんな否めないよね、はい、うん、なんかステージ横でうわとかって見てるんですよあの後なんかあったの？あの後ちょっとやっぱり気になっちゃって、うん、はい、ちょっとプロフィールとかを見たりして、名前とかを、はい、みんなでやってましたね。誰が僕の名前なんだろう、はい、まあね、ファンの皆さんは年頃の女の子なんでね、ちょっとね、許していただきたいと思うんですが、すいません、まあ、でもその中でもムーちゃんが気になった方がいたんだよね、はい、私は、はい、あの赤の服を着ていた、名前は辻本さんっていうんですけど、うんうん、その方のちょっとブログを昨日拝見させていただいて、はい、見た時にトータッチを、あの開脚ジャンプをしてて、うん、それでちょっとすごいなって本当に思って、もうジャンプ力が半端なかったです。はい、他のねチアドラの女の子たちうわかっこいいとかと思ってる中、もっと私飛びたいと思ったんだ、はい、ちょっと対抗心抱いちゃいました、はい、やっぱ違いますね、身体力ナンバーワンですね。でね今日はねムーちゃん、はい、そんなムーちゃんのハイジャンプ、開脚ジャンプがどれぐらいすごいかっていうのを検証するためにね、はい、定規持ってきました。定規、はい、高さを測る、そう、はい、これ使うだけじゃないですけどね、はい、まずね180センチから150センチのところにここが行くんですって。そのつま先が、はい、想像できます？すごいでしょ。でこれを検証するためにね、僕があの今日164センチです、はい、あくまで今日だけです。いつもです。さあそれをね片付けしてるとこ申し訳ないですけど、はい、164センチプラス15センチやってもらっていい？はい、痛い、優しくやる、もうちょっと優しく、はい、ちょっと刺激した方がいいかな。ああ、気持ち悪い、何か、はい、どの時か15センチの場所覚えておいて、どうもね、ちょうど、うん、この竜の、その縦紙の一番下のところぐらいです。あ、ちょうどここね、分かりにくいね、はい、ここちょうどここだったんです。本当、はい、こんないく？俺プラス15センチそんなある？30センチやな。ちょっと嘘つきました、すいません。だよね、ドキッとしたよ。俺結構でかいかなって思ったよ。この首の真ん中ぐらい、真ん中にそうだよ、ここにしない、ここ、ここの足もいいぐらいです、ね、はい、もう一回やろう、何やってんだこれ合ってる？よりもちょっと大きいぐらい、よりちょっと、まあ、はい、じゃあ大体これぐらいです。ここが180センチです、はい、ムーちゃんに今からねここで飛んでもらいます、はい、皆さん見ててくださいね、つま先の位置がおそらく、本当？いや、わかんないです。こんぐらいしとこうか、もうちょっと下げて、こんぐらいしとこうか、はい、測ってみよう、コロコロでお願いします。それでもすごいと思いません？で、飛ぶ時のコツもあるんですって、はい、どうやってましたっけ？飛ぶ時は私は手を下にやった方がすごい飛びやすいんですけど、人それぞれなんでやり方は、はい、はい、飛びやすいのは人それぞれで、私は手を下にやって飛んだ方がすごい飛びやすいですとのことです。ではどうぞ皆さんご期待いただきたいと思います、はい、これいきなりお願いして大丈夫なものなの？はい、では皆さん途端にカメラ構えなしましたね、皆さんね、はい、でいってみます。ムーちゃんのトータッチいってみよう、どうぞ。おお、行ったと思う、行きましたね、行きましたか、この辺でしたよね、どうでしたか、行きましたよね、すごいね、行ってました、行ってた、
ありがとうございます。じゃあね、この辺が180だとして、はい、ここからが僕のこじつけ企画よ。はい、今日の相手先発ピッチャー誰だか知ってる？今日は菅野投手です。菅野投手185センチ。はい、菅野投手を巨人ファンの皆さんちょっと蹴らせてもらいますね。この辺この辺めがけて蹴ってみて、やっつけましょう。はいはい、さっきよりもうちょっと頑張っていただいて、おっしゃー、ノックアウトさせていただきます。すいません、すいません、レッサーの皆さんすいません、はい、こんなことやってるんです。いや本当すごいね、はい、いやいや定規持ってきた甲斐がありました、ね、ありがとうございます。はい、ではそんな、菅野投手をノックアウトしたいという気持ちを込めてですね、はい、僕がいつもやっているあのコーナーに行かせていただきますね、こじつけ相手投手を飲んじゃおう食べちゃおう。昨日このコーナー見ていただいた方いらっしゃいますか？あ、そうですか、ありがとうございます。はい、昨日最高傑作だったと思いません？ね、ちなみにご存じない方のためにお伝えしておくと、先発ピッチャー、はい、マイコラス投手でした。はい、そうです。ということで、うちの嫁であるマイコが握ったライス、マイコライスを食べて完全攻略させていただきました。一時逆転しましたからね。はい、あれちょっと僕のおかげがあるかもしれません。さあ、そういうわけで今日はでもマイコラスにはかなわない。かなわないね、うん、それには。あ、とうとうね、もうね、スタッフも渡してくれなくなってきました。すいません。さあ、今日は菅野投手ということで、難しいわ、菅野智之ですよね、はい、フルネームね。難しいわ、なんか食べ物、飲み物思い浮かぶ？菅野、私はちょっと思い浮かばないかもしれないです。でしょ、はい、なんでまあ、姿焼き、イカのとか、まあ、はい、そういうのしようかなと思ったんだけど、ちょっとベタでつまんないんで、今日は初めての複合技にしました。複合技、菅野投手というのはですね、はい、監督である原辰徳さんの何であるか知ってますか？血縁関係。そうなんですね。はい、はい、おいっ子さん。おいっ子さんなんですよね、原辰徳監督のおいであるということで。まあ苦しいけどさ、はい、羽衣さらのり、まあよく見ると原辰徳も見えなくもないですね。見えますか？おいしい牛乳。わ、このコーナー始まって以来のこの滑り具合ね。はい、なのでこれ続けることに意義があるんで、そうですね、皆さんね、はい、あ、大きくうなずいていただいた方もいらっしゃいますね。慰めてくれてるみたいな。そうですね、はい、まあ、あのこれを飲みながら食べながら、菅野投手を攻略していきたいと。ぜひ皆さんですね、各家庭で実践していただきたいと思います。はい、やらねえだろうな。やらねえと思って言ってる方が何人も見えます。はい、というわけで、ここから先はもろもろの告知がございますので、はい、ぜひお聞きくださいませ。ドラゴンズ7月15日までドラゴンズ大好き女子は名古屋ドームへ来てよと題しまして、いろいろなイベントを行っております。たくさんあるんで、むーちゃんご紹介お願いしていいですか？はい、はい、名古屋ドーム内パノラマウォークでは期間中レディースパークを開設し、女性限定の体験無料サロンが登場します。占いやヘアアレンジ、ネイルアート、肌診断など女性に嬉しいコンテンツを専門店の協力を得て日替わりで実施します。すべて料金は無料となります。期間中開門今日は12時から、試合中7回が終了するまでのオープンとなりますので、ぜひお試しください。はい、そして来週の女子企画もございます。引き続きむーちゃんお願いします。はい、来週7月10日から12日の対カープ3連戦、10日金曜日は恒例のジェット風船デーです。いつもの青色風船、すいません、青色ジェット風船ではなく、女子企画期間中なので、この日はピンク色の風船を皆様にプレゼントします。そして7階の長谷川さんの合図でジェット風船を飛ばします。はい、これピンク色の風船っていうのはね、はい、なかなか目に、ね、映えそうでいいですよね。はい、うん、私も初めて見ますね。あ、本当に、はい、ちなみにこれね、あのここにいらっしゃる皆さんは大体大丈夫だと思うんですけども、燃えよドラゴンズ歌った後ですからね。はい、そうですね、結構せっかちな方がいらっしゃるね。途中で結構音がピーピー聞こえてきます。ピーピー、これ、はい、ピーピーだけならいいけど、パンパン割れてますしね。はい、はい、あの歌が始まってから膨らませても十分間に合うと思いますので、はい、ぜひ一緒に盛り上がっていただきたいと思います。そして7月11日、はい、パオロンデーですか？そうですね、はい、パオロンデーです。この D ステージはパオロンプロデュースのパオロンスペシャルステージを開催いたします。またパオロングッズを持参の方、先着5000名様にパオロンデー特設バナナをプレゼントいたします。翌12日はドラコイガールズデーです。ご来場の
女性のお客様全員にドラコイガールズデー特設ユニフォームをプレゼントいたします。すごいね、12日完売でございますね、はい、もう女性の方でチケットをお持ちの方っていらっしゃったりするんですか？あ、いらっしゃいますね、はい、今豪快に手を挙げた男性の方もいましたけどね。もちろん、ね、男性の方も OK ですが、はい、12日はもう売り切れということでございまして、その日ですけども、ドラゴンズ大好き女子度を競うコンテスト、ドラ恋ガールズコンテストをここで、開催いたします、はい、見た目思いなどドラゴンズに対する思いなどをアピールいただくということで、当日参加のステージ企画でございまして、詳細は、七夕の7月7日火曜日に掲載いたします。こちらをどうぞご覧ください、はい、そしてさ、俺これすごいね、はい、今から緊張してんだけども、はい、10日、11日の試合はアピールタイムで始球式をされる方を決めるんだそうです、はい、そうですね、これ女性の方になるんですよね。そうですね、はい、うん、僕がいつもやらせていただいているカメラに向かってアピールタイムというのがプレーボールの、そうですね、35分ぐらい前にあるんですかね、もうちょっと前なのかな、あそこでアピールをしていただいて、その日始球式される方を決めるということですので、ぜひですね、皆さん女子で投げたいという方いらっしゃると思います。ひのちゃん投げたことないよね？私は投げたことないです。やってみたいよね。でも私すごい苦手なんです。何が？球技が。なんでボール投げるのとかも本当に6メートルとかしか飛ばないです。ちょっと待ってよ、あんだけ足が上がって6メートルしか飛ばない。球技がちょっと苦手なんですね。いや、でも身体能力高いからちょっと疑わしいですよね。じゃあ試しにシャドーピッチング見せてもらっていい？ピッチングフォーム見せてもらっていい？自分で言った以上何となくやってみようか。はい、待って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 、グローブと、あーそうか、これやってみてよかった、面白いよ、うん、はい、こう来て、おお、7メートルかな。なるほど、はい。というわけで多少制約がございます、この始球式ですね。例えばハイヒールを履いていたり、するとちょっとね、先行から漏れる可能性もございますので、そのあたりも加味しながらぜひアピールしていただきたいと思います。他にもドアロのバッテンタイム、花道体験などですね、もろもろ女子にとって、魅力たくさんの、イベントを開催しておりますので、ぜひ、中日ドラゴンズを応援していただきながら名古屋ドームを楽しんでいただきたい、そんな次第でございます。はい、はい、あ、もう待ちきれないみたいなね、シャオロンがね、シャオロンが待ってます、はい、というわけで、そろそろお時間にしても大丈夫なんですかね。はい、はい、では最後に、ちょろっとだけ告知をさせていただきますと、現在私が出演中の萌えドラスタジアムという番組がございます。スターキャットで今放送中なんですけども、昨日取材させていただきました中学3年生の女の子にですね、お話を伺っているコーナー等々あります。7月9日オンエアは、鹿島さん、ただしさんですね、鹿島ただしさんと川又ゆとしさんにお越しいただいて応援していきますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。はい、さて、ドラゴンズファンの皆さん、今日こそ勝ちましょう、盛り上げましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。というわけでこのお時間はドラゴンズナビゲーターの長谷川拓海とアシスタントはチアドラゴンズ2015向井さなえでお送りいたしました。